はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。まあ、結婚してから夫婦二人でどっか出かけるって、まあ、夫婦だけの家庭だったら、まあ、ね、週末とか、まあ、休みの日があったらどっか出かけるとかっていうのはあると思うんだけど、子供がね、やっぱりいたりとかすると、夫婦二人でっていうのはなかなか取りづらかったりとか、あっても午前中だけとかさ、お昼を外に食べに行くぐらいで、その一日中ど一人でっていうか、ね、家族っていうか、まあ夫婦でどっか出かけるっていうのはなかったりとか、あってもなんか日用雑貨に買いに行くぐらいで、なかなかそのおしゃれしてどっか行くっていうのは少なかったりとかすると思う。どっか子供がちらついてしまって、なかなか思うようなことができなかったりとかね。あると思う。で、どうなんだろうね。まあ、中学、高校ぐらいになると、あ、行っといでーって。たまには二人で行っといでーって。言ってくれるからさ、まあなんとかできると思うんだけど、小学生ぐらいまではなかなかね、お父さんと一緒に行きたいとかさ、お母さんと一緒に行きたいとかさ。まあそういう風についてってしまう。お子さんがいい、まあ多いかな。でもまあ、ね、うちなんか、まあ確かに高校ぐらいになってから、うちの親は、ちょっと旅行行ってくるわ、つって一泊ぐらい行ってたな。まあ、それは多分、高校になってから、高校、まあ、中学ぐらいになったから、まあ手が空いたっていうか、そういう感じなのかなと思う。まああくまでも子供側の見方なんだけど、どうなんだろうね。親側の言い分っていうか見方はちょっと見てみたいなとは思う。そう、それで、おうちデート、自宅デートっていうのは、やってる人いるのかな？まあ、これはね、夫婦っていうよりも、まあ、恋人同士、まだ結婚前提としたお付き合いではないとき。まあ、高校生ぐらいだったら、やっぱバイトもしてるけど、まあ、そんなにさ、10万、ぐらい働いてっていうのはないからさ、10万ぐらいもらえるっていうのは、なかなか少ないのかもしれない。まあ、どんどん入れてくださいっていう人もいるだろうけどね。まあ、その分、この曜日からこの曜日は休ませてくださいとかさ、きっちりやってる、まあ、子もいるだろうから。まあ、なんとも言えないんだけど。どうなんだろうね。おうちデート。ゲームとか、まあ、ちょっとしたお話とか。イチャイチャするとか。ただね、おうちデートっつっても、家族と、まあ、高校生で一人暮らしっていうのは、少ないかもね、もしかしたらね。だから、イチャイチャするにも、家族がいたりとかするんで、ね、大っぴらに、いちやちやできないだろうし、その恋人の前でしか見せない顔をさ、家族に見せてしまうから、家族も家族でニヤニヤしちゃってさ、あら、お兄ちゃん、ああいう顔するのね、みたいな。お姉ちゃん、ああいう顔するんだ、とかさ。後で言われることが多いと思うんだけど。
ね、どうなんだろうね。皆さんどう思いでしょうか。以上です。